神戸アドベンチスト病院は、兵庫県神戸市北区にある、セブンスデイアドベンチスト教団の経営する病院である。アドベンチストの医療は、140年前、米国ミシガン州のバトルクリークから始まり、現在では、全世界に537の病院と診療所が展開されている。日本には、 他に70年の歴史を持つ東京衛星アドベンチスト病院や沖縄のアドベンチストメディカルセンターがある。神戸アドベンチスト病院の前身は、1967年1月に神戸市吹き合区に開設された神戸アドベンチスト診療所であり、1973年11月に神戸市北区の誕生と同時に神戸アドベンチスト病院として、 現在地に新築移転した。初代委員長は、キリスト教信仰に導かれて来日した、ジョンソニ氏であった。1983年12月には、健康講座、運動教室を行う産育センターや、卵実菜食を提供するレストランシャロームが開設された。1992年6月には、兵庫県下で、初めての緩和ケア病棟が開設された。 アドベンチストの医療は、全人的癒しを目指してをもっとーとし、単に体の治療だけではなく、人間全体の癒しを目指している。神戸アドベンチスト病院でも、最新の医療技術とキリスト教的愛の実践に、基づく、全人的な癒しを目指し、キリストの愛と、確かな医療をもって、心と体の癒しを目指しますとの理念を掲げている。アドベンチストの医療は、 当初から、禁煙、菜食、運動による健康づくりを医療の基本として提唱している。このようなアドベンチスト型ライフスタイルが生活習慣病の予防に効果的であることは最近の医学的データによっても実証されている。産育センター、菜食レストラン、シャローム病床数は116床で診療科として総合内科。 循環器科、消化器科、診療内科、小児科、下科、整形外科、脳外科、産婦人科、麻酔科があり、急性期医療に対応している。その他併設施設として、健康講座、運動教室などを行う産育センターや、菜食レストランシャロームがあり、禁煙、菜食、運動を柱とした積極的な健康づくりを推進している。また、 創立以来、お産の病院としても広く知られ、体外受精など最先端の不妊治療も行われている。さらに、21床からなるホスピスは、県内外から治癒困難な癌の患者を受け入れている。患者がその人らしい、安らかな最後の日々を送られるよう、最新の緩和療技術を用いながら、医師、看護師、チャプレン、 理学療法士、ソーシャルワーカーなどがチームとなって援助している。ありがとうございます。